シオンにおいてラッパを鳴らしましょう。家庭において、国々において、町において、すべてのところで、地上で、あらゆるところでラッパを吹いていきましょう。聖なる会合です。私たちのこの時期は聖別の時です。主の霊が私たちをさらにさらに上がってくるようにと呼んでおられます。私たちを全ての私たちを妨げているものから取り除けて、私たちが全ての声を静まらせて、ただ私たちが聞いているのが主ご自身の声だけであるように、私たちが高く上げられて主ご自身が何をしておられるかを見ていくことができるように、主は新しいことをしておられます。教会は今立ち上がっています。この暗闇の中に立ち上がっています。ですからこの時期、この21日間、カリオンの祭りまでのこの時間、私たちは信じています。この時こそ、私たちは一つとなって、主の声を聞いていく時です。